こんばんは。まあ今日もね、この時間が来ましたね。まあ今日もね、すさまじい展開でね、なんかポンド円とね、ポンドドルの強硬なね、祭りというか、まあ本当にポンドドルね、買った方とかね、ポンド円買った方は、まあ本当にすごい展開でね、あったかいんじゃないかなっていう。まあ結局のところね、もう全部戻ししちゃって、まあ金曜日のね、171円は何だったんだろうか、みたいなね。まあ本当に今週はね、多分振り回された方も大勢いると思いますけど、まあプーチンのね、戦争の発言から始まって、まあ金曜日はね、いい感じで右肩で上がってってね、171円とか、まあドルもね、多分この辺、102円の40とか、なんか普通につけてて、で、月曜日ね、始まっちゃったら2円ぐらいね、みんな窓開けて始まって、まあ買ってる方もね、持ってる方とかね、持ってて下からガンガンね、買い増しした人もいるとは思うんですけど、まあ結構な人がね、やっぱり戦争だしね、まあおそらく下がるんじゃないかなとかでね、まあだいぶ損切ったりしたんじゃないかなっていう展開でね、まあ本当に渋い展開ですよね。かっこいいというかね。まあ普通であったらね、試合的にはね、先週とか、まあなんかこう、右肩で少しずつね、徐々にこう上がって、まあ戦争ネタが出ても一瞬下がってまた戻ってみたいな。まあそんな形だったんでね、結構、まあ買ったりね、した方とか、まあ買いをね、よく見てた人も大勢いるとは思うんですけど、まあ私も含めてね、やっぱりこの今週のね、月曜日からの始まりで、なんか買える試合じゃねえんじゃねえか、なんていうね、予想を立てた人もかなり、まあ大勢いたんじゃないかなっていう。でもなんか今となっちゃね、平和共存っていうかね、平和路線で、まあ共存共栄じゃないですけどね、なんかそんなニュアンスで、なんかプーチンもね、なんか収まりついちゃってるみたいなんでね。まあそうなるとね、もう正直言って下がるネタってないんじゃないかな、みたいなね。まあ本当に今回はね、そんな感じで、まあ売り持っちゃった方はね、私も含めてなんですけど、まあしょうがないですよね。まあ戦争ネタは多分もう反応しないんじゃないですかね。結局、もうファンドもお腹いっぱいで、まあ全部ね、安いところから買い直したり、叩き打ってね、なかなか下がんねえの叩き打ったりとか。まあ先週ほとんどね、値動きとかもまあなかったんでね。まあオーストラリアドルなんかももう本当にね、高いとこ来てますんで。まあ今度はね、無理やりの買いの世界というか。まあそんな感じじゃないかなっていうとこですよね。本当にポンド円なんかね、もうこれで多分今日の高値っていうか、先週のね、高値超えてるんじゃないかなっていう。まあ、ポンドドルなんかもね、本当に強烈な買いで、まあ、多分ここのところで一番買いが入ってんじゃないかなっていうぐらいの動きですよね。まあ、ユーロドルなんかは一瞬今日ね、ちょびっと下がったとこあったんですけどね、私もちょっと全利食いできないところでね、まあ私のポジションの方が深かったんで、まあ本当に、まあ今回あれですよね、まあショックですよね。まあ買いの人も売りの人も多分大勢やられたんじゃないかなっていう。まあ本当に月曜日ね、明けたら金曜日とね、風景変わっちゃって、で、戦争だ、なんつってね、
で、結構買いたかった人も多分売りに回っちゃったりとか、まあ買いで予測してた人もね、売りに予測を変えちゃったりとか、